こんにちは、河野ゆきえです。今回は仕事と子育て両立するのって難しいについてご紹介をします。私は今服作りのオンラインスクール講師と、あとは企業スクールの認定講師をして2つの仕事をして活動しています。私のところにね、お問い合わせ来る方っていうのは、ハンドメイド作家として起業したい方もいらっしゃいますし、ハンドメイド作家以外で起業したい方、どちらもいらっしゃるんですけど、どちらにしても今小さい子供がいるので時間を取るのが難しいとか、あと本業があるので時間が取るのが難しいので、両立させていくことは可能なんでしょうかってお問い合わせをね、多くいただきます。でちょっとね、ハンドメイド作家として起業というふうにお伝えしたんですけど、結構起業っていうワードがね、馴染みがないですよね。起業っていうのは事業を起こすことなんですよね。でその事業っていうのは、お客様からお金をいただくために物を販売する行為のことを事業っていうので、まあ、全部ハンドメイド作家もね、何にしても起業っていうことなんですよね。なので今回はそのハンドメイド作家っていうのも起業の一部ということで、起業っていうワードを使わせてお話しさせていただきます。私は今2人の子供を育てながら、服作りのオンラインスクールの方では服作りと、あとの服の販売をメルカリ、ミネ、インスタ、まあ、どういう風にすればいいのかってことを教えていて、企業スクールとしてはどんな商品を扱う時でも必要な集客であったり、そういうマーケティングであったり、集客に必要なものっていうのをね、教えています。でこういう風に起業する前は、私はフルタイムの正社員として働いていたので、フルタイムで働きながら、子育てしながら、家事をしながら、そしてこの起業の準備をしながらっていう風に活動していたんですよね。じゃあ私が子供がいて起業するのと、子供がいなくて起業するの、どっちの方が良かったのかなっていう風に今考えると、私は絶対今の子供がいて起業するスタイル、これだったからこそ今成果が出せているんじゃないかなという風に思います。そもそも起業するきっかけが、子供との時間を作りたい、朝のバタバタ、夜のバタバタから解放されて自分のイライラを取り除きたい、まあ、こんな感じだったんですよね。何時に何をやって、何時にやって、そして何時に家を出ようみたいな、こういう計画を立てているのに、子供たち全然お洋服着替えてくれないとか、靴履いてくれないとか、靴履こうとしたらうんちしてたとか、もうよくあるじゃないですか。もうそういうことがよくあって、本当にずっとイライラしてたんですよね。まあ、それから自分が嫌だったし、まあ、平日にね、習い事に連れて行ってあげたいとか、あとはまあこれからの時代ね、留学とかそういうのって絶対やりたくなるだろうなと思って、留学がやりたいってなったら、まあ、月400万500万とかかかるケースもあるので、月500万だったとしても行ってらっしゃいって言えるような、そういうママになりたいなと思ったので、やっぱり私は子供がいたからこそ起業したいというふうに思ったんですよね。なので子供がいなかったら起業しようとも思わなかったし、朝がバタバタイライラとか、まあ、そういうものを乗り越えて、まあ、子供が成人した場合、まあ、これって楽になるじゃないですか。なんでそういうふうに楽になった時に、じゃあ起業しようかなとか、そういうような考えにも至らなかったと思うんですよね。今そういう苦しい状況で子供たちとの時間が欲しい、子供たちに優しくなってあげたいって、そういう気持ちが強かったんで、起業を選んだと思います。子供のために家で仕事をしたいということは、やっぱり子育てとこの仕事の両立、これはまあ切っても切り離せないようなものなんですよね。なので子供がいるからできないではなくて、子供がいるけどやりたいからどういうふうにすればいいだろう、まあ、こういうような考え方になっていただきたいんですよね。私がこの考え方がね、できるようになったのは、もともとではなくて起業を学び始めてからなんですよね。起業について学び始めると、できないできないじゃなくて、じゃあどういう風にすればできるようになるのかっていう風に考えることができるようになってくるんです。で私のスクール生でも、まあ、起業始める前はね、家がぐちゃぐちゃで、もうなんか時間がない時間がないっていう風に思っていたけど、起業っていうね、勉強が入ってきたのにもかかわらず、なんか時間ができるようになって、部屋が片付いたり、夜に子供に絵本を読んであげられるようになった、こういう風に時間の使い方がものすごく上手くなって、より、時間が取れるようになった、まあ、こういう方もいらっしゃるんですよね。もうこの一言に尽きるんですけど、母は本当に強いんです。でやろうと決めたら、もう隙間時間でも何でもなんかできることを探してね、どん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 やっていけるようになるんですよ。で子供がいなかったら隙間時間になんかしようなんて思わないですよね。子供がいなくて全然時間があるのに、カップラーメン3分間待ってる間に何かしようみたいな、そういうの発想って思わないじゃないですか。でもこの子供がいる状況でね、この3分って結構いろいろなことができるんですよ。なのでカップラーメンにお湯入れて待ってる間に、ちょっとね、私キヨスクールだったら動画だったので動画を聞いたり、あとは発信の内容を見直したり、まあいろいろできるわけなんですよね。まあそういうふうに、その3分でできることは何だろうって考えて、この3分でなんとかやり遂げようとするんですよね。
まあ、こういう風な感じの積み重ねでそういう隙間時間をたくさん使っていて、で隙間時間にその違う家事とかね、そういうこともすることができるので、結果時間がね生まれてくるんです。無駄な時間もねすごく嫌になってくるんです。あ、もうこれって起用に関係ないよなってことはもうなんか捨てることができるんですよね。なんで私がまず捨てたのは漫画とAmazon プライムですね。まあ、この2つはね、費用に絶対関係ないんですよ。知識としては使えるものがあるかもしれないんですけど、起業の準備をする上では必要ではないので、まあ、これはね、すっぱりとやめて、まあ、これをね、やめると結構時間が作れるんですよね。漫画とか読んでたらもう1時間、2時間経っちゃうじゃないですか。Amazon プライムとか1時間、2時間とかそんなもんではないですよね。まあ、それをやめることで結構時間を確保ができるようになったかなっていう部分も大きいですので、そういう無駄な時間をね、自分のリラックスタイムでもあるかもしれないですけど、そのリラックスタイムも極力少なくして、それに時間を当てることで結構ねできるんですよ。ネットサーフィンをする時間とかね、そういう風な無駄な時間っていうのを見つけることもやっぱり起業をね本気でしようって思ってからなので、まあ、まずはね起業をちょっと真剣にしようかなって考えるところから始めていただいて、母の強さがね発動しますので、まあ、そうなると頑張れます。この前個人事業主の方とね旅行に行ったんですけど、屋久島に行ってきました。で子供、今4歳と2歳なんですけど、4歳と2歳へと引き連れて3人で愛知県から福岡行って、福岡から乗り継ぎをして屋久島まで行ってきたんですよね。で多くの方はこの3人の旅行なんでね、この飛行機の中で何かあったらどうするんだとか、人に迷惑をかけたらどうするんだとか、なんかそういうことをね考えて行かないケースが多いと思うんですよね。でも私は行きたかったんですよね。行きたいんで、どういう風にしたら子供たちと一緒に行けるだろうってことを考えてものすごく準備しました。新しい本を買っていったり、おもちゃとかを菓子をめっちゃ持っていったり、あとは空港にはね2時間以上前に着いた気がするんですけど、なんか結局バタバタしてましたけど、まあ、時間に余裕を持って行動したり、あと集団行動だったんでね、みんながゆっくりしてるけど子供たちはこんぐらい時間かかるから逆算をしてちょっと準備を早く始めたりとか、あと本当にちょっとシミュレーションしてもできそうにないなと思ったら事前に人に頼めばね OK してくれるので事前に頼むとか、まあそういうことをしながらねやっていきました。で起業も一緒なんですよね。服を作るまとまった時間がないんだったら10分でできることは何だろうか、15分でできることは何だろうかっていうふうに考えて、で裁断だったらね10分15分もあればできることが多いので、裁断の準備をしておいて、できる時間になったらちょっと裁断するとか、そういうふうなね隙間時間を使うことも可能なんですよ。で SNS 発信であれば文字を打つのはねまとまった時間があった方が綺麗な形にすることができるので、じゃあそのまとまった時間にすぐに始められるようにその隙間時間で準備しておくとか、本業があるんだったらその本業の休憩時間にできることとか、あとトイレ休憩の時にできる時間とか、少し遅く寝るとか早く起きるとか、そういう風な時間を作って始めることなんて十分に可能なんですよね。これは本当にやる勇気、やる覚悟、まあ、これがね揃えていれば、ママはおのずと家事場のバカ力じゃないですけどこの力をね発揮することができますので、ぜひ、できるかなできないかなじゃなくて、やりたいかどうかでその物事を判断していただければなというふうに思います。ママだからこそ忙しいかもしれないけど、自分が幸せになるために、でママが幸せになると子供たちを幸せにすることができるんです。なので子供たちを幸せにするために、ちょっとね頑張っていただければなと思っております。今回は仕事と子育て両立することができるのかというテーマでお話ししましたけども、まあ、結論、ママは強いのでできます。やりたいならやってください。ママが頑張ってる姿を見ていると子供たちも変わってくるんですよね。私のスクール生は旦那さんとか子供とか脱ぎ散らかしたりとかね、そういう風にずっとしてたけど、最近は部屋がすごく綺麗な状態保たれてるらしいんですよ。で旦那さんもちゃんと脱いだものは洗濯物に入れて、で娘さんもなんか洗濯物が置いてあったら畳んでくれてるらしいんですよね。もうこういう風に周りが変化していってくれるんですよね。なので今子供たちになんかしてあげたいなとか、自分の人生を変えたいとか、自由な暮らしをしてみたいとか、まあ、そういうような気持ちがあるような方はぜひ今からチャレンジしていただきたいんですよね。で今チャレンジしないと1年後5年後10年後今のモヤモヤをずっと引きずったまま、その人生を送らないといけないんですけど、今始めたら数ヶ月はそれは大変です。新しいことを学ばないといけないので、数ヶ月の間我慢すれば、数ヶ月後にはねなりたい理想の姿になっているかもしれないんです。私は2020年の9月から起業の準備を始めて、その4ヶ月後には自分の理想の姿になっていました。なので1年後5年後10年後も、子供たちに楽をさせてあげたいなっていうふうに言っているママがいいのか、数ヶ月頑張って、5年後10年後留学が行きたいっていうふうに言われたら、いいよ留学どこに行きたいのっていうふうにね即答できるようなママになっている、どっちがいいかっていうのを考えてね決断をしていただければなと思います。
子供たちが成人する前にぜひママの夢を叶えてみてください。どんなことでね、企業を始めたらいいのかとか、まあ、ハンドメイド作家として起業したいけど何をやっていけばいいのかとか、そういうことがわからない方が結構多いので、私の公式 LINE の方ではワンポイントアドバイスとしてアドバイスさせていただいております。なんか始めるきっかけに活用していただければなと思います。ご希望の方は概要欄の URL からお問い合わせください。で、これから、ハンドメイド作家として活動していきたい、他の商品で活動していきたい、どういう風に始めたらいいのかっていうね、ステップの方もご紹介もしていきますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録の方押していただけると嬉しいです。ぜひね、この動画、参考になったと思われる方は、ぜひ高評価ボタン押していただけると今後の励みになりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。